どうも、つづきです。さあ今回ですけども、送りバントのコツ実践編ということでやっていきたいと思います。送りバントのね、あのコツ、送りバントができればですね、かなりバッティングのポイントとかもつかめやすいですし、やっぱりね、チームの中で送りバントがねしっかり決められる選手っていうのは重宝されると思いますので、今からですね送りバントを実際にやっていきたいと思います。頑張って送りバントができるようになっていきましょう。まず送りバントの構えですね。ほとんどはこの最初にバッターボックスに入って、この横向きの状態からこのようにして構えます。横向きのままですね。で、構える位置は、まあ、ベースがここにあったら、まあ、その真上ぐらいにバットを構えて、このバットを構える位置は自分のストライクゾーンの高めの位置ですね。を胸のあたりのこの位置にバットを構えます。で、バットをね、持つ右手の位置はだいたいこのバットの真ん中あたりを持って、まあ、左手は近くてもグリップの方でも、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、普通にね、こうやって持って構えてるんだったらもうこのままでいいと思います。で、このバットの真ん中の位置に右手を持ってきて、このようにして構えます。で、あとはこっからもしボールが上のボールだったらボール球ですよね。この自分のストライクゾーンの高めにバットを置いてるんで、上はボールなので、こっからですね、ボール球低め、ここまでストライクですけど、ここからここまでの調節っていうのは自分の膝を使って調節します。なのでよくあるのがですね、構えて手でね、こういう風にバントしに行こうとしてしまう人も結構多いんですけど、そうじゃなくて自分の膝で調節してください。では実際にやっていきましょう。構えるバージョンの送りバントもあると思うんですね。こう普通に最初構えてて、投げてきてから構えるのも、あまりにもね、ボールがこう、もう手前寸前まで来てからボール、バットを出すと遅れてしまうんで、なるべく早めに構えた方が、セーフティーとかじゃない限りは早めに構えた方がいいです。もう一個のコツとしてはですね、しっかりボールとバットと自分の顔の位置がこう一直線に、ね、なるようにした方がいいです。こうボール、バット、顔っていう感じでやってしまうと、ファールとかでね、自分の顔に当たってしまったりすることもあるんで、しっかり自分の顔の前でバットしましょう。登録されてない方はぜひぜひ登録の方よろしくお願いします。
というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の夜7時にお会いしましょう。バイバイ。